か言ってる。どうしたの？なんか言ってる。ちょっと暖気中です。はい、こんにちは。熊野スキー場パトロール副隊長の大泉です。今日ですね、これから第一のですねゲレンデのチェックに行ってまいります。だいぶね積雪進んできてはいると思うんですが、まだまだ足りないので、ちょっと様子を見てきます。では行きましょう。最初どこから見ていったらいいか。1へ、うん、はい。はい、では最初に第一 A コースから見ていきます。
ここは湿地なのでちょっと厳しいな。1A はなんかいいような気はしますね。いった感じのね。はい。どっからだろう。ここに水流れるのはここからなんです。あ、湿地の広場のところから、はい、溢れるとこっちに出てくるんだけど。なるほど。このさ、流れてる。そうそう、流れた。はい、1A コースはね、はい、1A コースはね、まあ割といいんじゃないかっていう感じでした。今度は白樺コースに行ってみたいと思います。はい、白樺です。出だしのこれですね。
しかないね。はい。はい、場所によってはね、こういう完全にブッシュ出てるところありますよね。コース幅としてはあまり広く取れない感じですね。ね、このラインなんかはちょっと滑る感じではありませんね。そこの真ん中ぐらいにまだちょっとね、このぐらい出てて引っかかる感じのところは1箇所だけあります。あと出だしね、一番上の出だしと、あと真ん中辺であるのはそこの真ん中辺ぐらいの上かな、うん、そこだけですね。あとは端だけですね。滑ってまあいいんじゃないかなって気がしないでもないですけど、まあ、削られたらもう一発ですね、うん。もう走れないから、ピステル。ああ、そうか。今の状態でも、モービル走って出ちゃうんだからさ。ああ、そうですね。もう一振りですかね。ああ、ちょっと厳しいわね。木曜から振って、うん、金曜踏んで土曜日にオープンとか、そんなレベルですか ね、うん、ね。いいでしょうね。木曜の晩とかの振り具合ですよね。うん、やっぱり、こことかそことか、上とそこは、この前隊長とイベント行ったこれだ、まだだねって言ったのと同じ感触ですね。ああ、はい、同じ。はい。本当に、ターンすると板にかかりますね。うん。一栄はね、いい感じだったんですけどね。一栄はね、良かったです。走っててもね、そんな違和感なかった。ああ。一栄は。こっちはね、キャタ真っ黒になるしさ、そこでやっちゃったしさ、これからちょっと行って氷落としてこないとキャタ泥だらけなんで、エッジ。ああ、確かにありましたね。身がすごいんですよ。はい、そうなんですね。そこで。なるほど。白かったから行ったらそうなっちゃったからさ、と思って。僕も最後終わって降りる時に気づいて、うん、あれと思って。そうなんですよ。暗いとわかんないからね。はい。そうですね。ただね、この前踏んでからちょっと被ったかどうかだね。そうだよね。はい、うん。まだでしょう。あれはちょっとやめた方がいいと思うよね。まだでしょう。はい、今ね。モービルが通り過ぎるとこでこうね、下の草をね、出してしまうんですね。なので、ちょっとね、この、白川コースの、このね、正面の斜面に出てくるすぐのところの真ん中ぐらいと、あと、降りてから、
向こうへね、抜けてくるところ、こっちから見て右へ抜ける、ね、駐車面の出だしのところがですね、ターンするとまだ、板に引っかかる感触ね、下から刈った草が明らかに切り株の草の切り株がある感じがするので、ちょっとまだオープンするのは厳しいのではないでしょうか。もう一振り欲しいところですね。こういうね、板がまだ引っかかっちゃうような、こういうのは結構ありますね。ここはまだいい方です。最終的な結論、これからね、ゲレンデの責任者の鈴木さんと、熊爺さんで相談して、決まると思いますが、ちょっとね、今の段階ではもう一振り欲しいというのが現状ではないでしょうか。はい、では現場から副隊長の大泉でした。ありがとうございます。